稲垣吾郎、体ホットにプラス2度がお送りします。ただいま。あー疲れた。今日もお仕事お疲れ様。あれ、どういうこと？なんか優しいやん。腹巻きつけたら気持ちも優しくなるのかな。腹巻きみたいな顔して。どんな顔よ。会話のネタにも使えます。冷えているなと感じたら好きの腹巻きあります。プラス2度。先週の放送で日本画家長谷川紀夫さんのお話をしたところ、なんと長谷川さんにですねご出演していただけることになりました。もしもし。もしもし。はじめまして。はじめまして、長谷川紀夫です。稲垣吾郎と申します。今回ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。まさかご出演していただけるとは。はい、本当に嬉しいです。実は僕は長谷川紀夫さんがですね日本画を見てとても強いパワーを感じてアートギャラリーを購入させていただいたんです。あじゃなくて。ありがとうございます。はい、はい、それでうちの今リビングに大きな長谷川さんの作品を飾らせていただいたりするんですけど。はい、知らないじゃん。うちのまあ何だろうな。あじゃなくて。
そうなんですよって自分で言うのも変ですけど、はい、いやもううち の, まあ、空間明かりもそうですけれども、はい、背景もそうですけれどもぴったり本当ハマってるので、うんうん、ご安心ください。あ長谷川さんが生んだ作品は ありがとうございます。はい、今ちゃんと穏やかに過ごしておりますけれども。あはい、へえ、いや嬉しいな。まさかこうやってお話できるとは思ってなかったんですけれども、ここでね改めて長谷川清さんのプロフィールちょっとご紹介させていただいてもいいですか。はい、お願いします。1984年に東京で生まれ、幼少期オーストラリアで過ごす。大宮高等学校へで、多摩美術大学絵画学科日本画専攻を卒業。2009年にフィンランドのヘルシンキ芸術デザイン大学短期派遣交換留学、そして2011年に、多摩美術大学大学院修士課程修了で、2021年より、多摩美術大学の非常勤講師。活動の拠点は日本ですか。はい、はい、日本です。なんかインスタとかを拝見されて、海外に行ったりする人も多いのかなって。あ、作品が海外に行くことが多くて、うん、基本的には日本に住んで、海外のアートフェアなどに作品を出していただくという形が多いです。そっかそっか、じゃあ拠点はじゃあ日本で、はい、うん、これそもそもなんですけれども、はい、日本画というのはこれどういうものなのか長谷川さんから聞かせていただいてもいいですか。あ、はい、日本画というのはですね、現代では定義が曖昧でして、うん、なぜかというと、もともと明治時代にこう欧米の文化が日本にたくさん流入してきた中で、油絵で描かれる西洋画とこうの対立概念として、日本が美術を、日本の美術を確立させようということで、日本画という言葉が提唱されたんですね。西洋画があったから日本画なんだね。そうですね、はい。概念がなくなった中で、じゃあ日本画とは何かということが、まあ、長い間議論されていたという感じですね。まあ、ただ一般的には日本画というのは岩絵の具や水和紙や墨といった画材を使って描かれた絵画、もしくは何とかの日本の精神性や様式美が含まれる絵画のことを日本画ということが多いです。そうですね、今箱根の東蘭美術館さんで、はい、新ジャパニーズペインティング革新の日本画という展覧会が開催されておりまして、この展覧会では日本画の誕生から現在までの流れが分かりやすく展示されているので、なぜ日本画についてご興味を伝えた方がいらっしゃったら、この展覧会見ていただくと少しはこうヒントになるんじゃないかなと。砕いて作られる絵の具ですので、うん、ここにこう一色一色自分で接着剤に変わっている接着剤を足して、うん、絵の具を作ってようやく描けるという段階を踏むので、うん、非常に準備に時間はかかるんですけども、うん、まあ自分の中ではすごくその準備時間っていうのが大事だなと思って。はい、現代では結構何でもすぐにこうそうだね、ことが、はい、できる中で、うん、やっぱりその素材と触れ合う時間といいますか、うん、素材を触りながらこう何か心を落ち着かせたりだとか、うん、深呼吸したりだとか、こう瞑想的な時間を過ごせるので、うん、自分の中では準備時間っていうのはすごく好きな時間ではあります。
本当にもう無我夢中っていう言葉のまんまできるだけ雑念を消そう。そうですね、少しでもこう家帰ってやろうとか失敗したらどうしようっていう煩悩が書き始める前に入ってくるとどうしても筆の動きが小さくなってしまうので、できるだけスピードをなくしてこう集中状態で、はい、書き上げるようにしてます。そうだから僕も自分の家にある長谷川さんの作品を見ながらいろんなことを思うんだけど、はい、作者はこれどういう気持ちで書いたのかなとか、はい、いろんなものに見えてくるの、あれって動物にももちろん見えてくるし、あそうですね、はい、でもなんか迷いはないな、筆に。あいや本当そうだけど、どこにも迷いはないんだけどね、え結構こう書かされてる感覚に近いんですよね。書かされた、そうだね、なんかその時の感覚でも思い起こすんでしょ、その地元の道で見た光景を。そうですね、思い起こしてその時の感覚とつながって、なんかこう自分とあたり一体化させて、それを任せるというか、なんかすごい感覚っていうのは、はい、ね、僕らわからないんだけども、なんか気持ちいいだろうね、なんかその夢中になれた時はね、感覚が一体化できるんですよ、筆と自分の肉体が。あそうですね、これもともと日本画に、はい、なんだ行き着いた経緯というか、はい、最初は 何を書かれてたんですか、その学校にいた頃とかは。あれもともと日本画専攻か。あそうですね、うん、実は大学に入る前は日本画の素材に触れた経験ってほとんどなくて、うん、日本画っていうものを見たこともそんなになかったんですけども、うん、はい、大学に入って日本画の画材に触れて、うん、その魅力に。あそうなんだ、はい、僕は本当に日本画ってわからないな。何かこう、はい、おすすめっていう言い方変だけど、はい、ね、最初はどういったものを見たりすると結構こういい、なんかおすすめとかあります？まあ、私の一番好きな日本画が、うん、橋本関節の夏湯っていう作品で。橋本関節さん、はいはい、ね、はい、白い狐を描いた絵なんですけども、もうその質感とか陰影の追い方とかすごく美しいので、なんか長谷川さんのインタビュー記事で、はい、シガールズとかもの、そのアートワークなんかにもね影響を受けてるっていうのは聞いて、はい、僕もシガールズのアルバムジャケットとかすごく好きなんです。音楽も好きだし、もちろん。あ、はいはいはい、そうね、ちょっとありますよね、長谷川さんも影響というか。そうですね、うん、環境音楽というかそういったものをよく聞いてますね。そう、あでもこの狐の日本画本当美しいですね。そうですよね。ここまで具体的なものは書かないんですか、まだ。あ実はもともと割と写実的には書いていたんですよね。写実的だ、うん、はい。で、ただ大学で日本画の画材を学び始めた少し後ぐらいにニューヨークに旅行に行きまして、そこでこうアメリカの抽象表現主義という動向があるんですけども、うんうん、そのアメリカ抽象表現主義の絵画を見た時に、うん、とんでもない衝撃を受けて、はい、この絵は何が描かれているんだろうとか、こう思考が働く以前の問題で、うん、すごく直感的に絵のエネルギーがガーッと自分の中に入ってくるっていう経験があって、うん、それってもしかしたら山の登りをして、うん、山のてっぺんに行った時に、うん、山々のこう風景を見た時にこう自然と一体になるような感覚、うん、何か大きな力に包み込まれたような感覚になることがあるんですけども、うん、そういった感覚に近い気がして、うん、そういう
直感的なこう精神性みたいなものをその時からこう絵の中で表現できないかというふうに、なるほどね、はい、始めましたね。でもそのアメリカで出会った時に絵に感じたそういう衝撃って、はい、中にでもこれ、はい、僕がアートギャラリーで長谷川さんの絵を見た時に感じたことっていう、はい、ことと一緒ですよね。あ、そうですね。そういうことなんですよ、はい、うん、何が書いてるのか分かんないけど、とにかく強烈な、そうですね、うん、ものにもう本当に渦に巻き込まれるような感じがして、はい、うん、へえ、面白いな。僕ももっといろいろと勉強していきたいなと思ったけど、まあそういうきっかけをね与えてくださったという、はい、ね、感じではあるんですけれども、はい、ねえ、いや本当に楽しみです。はい、ね、これからの活動もちょっと僕も本当に注目させていただきたいなと思いますし、ありがとうございます。追っていきますので、ありがとうございます。はい、まずはちょっとこのポーラ美術館、せっかく12月1日までね、はい、やられてるので、はい、うん、まあでも本当にこれ聞いてくれてる方もね、長谷川さん作品これ見れるんだもんね、ポーラ美術館で、うん、はい、ご覧いただけます、うん、ね、本当にそのエネルギーみたいなものをね感じてもらいたいなって僕も思いますので、あ、ぜひぜひ、はい、どういう方、いや楽しかったです。もう今日、まあ、長谷川さんびっくりですよね、急にこんな番組で話せって言われてもね、はい、なんかいえいえ、すごい光栄です。ちょっとだいぶ緊張してます。まさかそのアートギャラリーの方に長久保さんの家に行ったってのは聞いてたけど、はい、本人からラジオに出てくれって言われるとはそうですね、あれだろ、そんなもう断ることもできたのに。いえいえ、でも実はですね、私ゴロ編というか、はい、インスタグラムを拝見して、うん、お花の写真とか、はいはい、すごいこう、ドエットなんか、こう、すごい、共感できるなと思って。ありがとうございます。多分、はい、僕も多分、モノクロ写真が最近好きなんですけど、はい、なんかやっぱり長谷川さんの表現したいものとかと、もしかしたら、勝手ながら近いのかなと思ってみたり、100人ずらすこともたっぷりある。本当にそうだなと思って、うん、あ、ありがとうございます、嬉しいです。はい、ねえ、なんか一緒にできたら一緒に嬉しいよね。僕もこんなことではないけれども、いえいえいえ、ねえ、そうです。うん、いやいや、これからも本当に楽しみにしてますので。あ、こちらこそ。はい、ちょっとまた増えるかもしれません、うちのリビングに長谷川さんの家。ああ、ぜひぜひ。ああ、設けるスペースなのに。すごい。ねえ、楽しい。またちょっと機会があったら、質問させてください。はい、じゃあ、ありがとうございます。歩行者いっぱいいて、こう。
車怖くてさ。歩行者怖くてさ。自分の意見でいいじゃん。